ナウル島の衛星写真本校では、ナウルの地理について述べる。ナウル島は、南位0度、統計166度にあり、ソロモン諸島とギルバート諸島の間、バナバ島の西方 300km、シドニーの北北島 3930km に位置する。臨鉱石採掘後に残ったピナクル国土面積は21平方 km。隆気山号少子まで、 最高点でも標高が65メートルと平坦である。周囲は19キロメートル。海岸部は幅150から300メートルのやや肥沃な土地で、その内側は大地となっている。内陸部の林鉱石採掘跡が、前頭の5分の4を占め、喫立した石灰柱が並んでいる。南東部にブアダ商庫がある。産後昭湖のため土壌が極端に貧しく、 濃厚には適していない。林鉱石の採掘による環境破壊が深刻である。海岸部では採掘による影響はほとんどなく、ココヤシやパンダナスが育ち、ハイビスカス、プルミリアなど熱帯性の花も咲くものの、他の太平洋の島々と比較すると貧弱である。多くはないものの、黒アジサシ、アジサシ、軍艦鳥などの海鳥が見られる。周辺の海は、 魚が豊富で、マグロやカツオが生息する。熱帯海洋性気候で、平均年降水量は2000ミリメートルだが年による変動が大きい。気温は年間を通じて24セシ33度。湿度は80%前後で、年による変動は小さい。東からの貿易風による寒気と、西からのモンスーンによる雨季がある。地下水や塩水性の 小さな池を除けば水資源は雨水だけである。ありがとうございます。